めちゃくちゃ眩しい美しい、氷川きよしピアス揺れるサマーコーデの優美なフライト待ち姿に釘付けけ。歌手の氷川きよし46が18日までにインスタグラムを更新。空港ロビーでフライトを待つ金煙を公開した。この日、氷川は友達に会いに。キーナンと知るし、ロビーの椅子に足を組んで腰掛けた一枚のポートレートをアップ。 写真の氷川はサングラスをかけ、上半身はタンクトップの上に白シャツ、足元は素足が覗くサンダルといった夏らしい装いを披露。隣にはトランクが置かれており、旅自宅をして友人に会いに行くところのようだが、涼しげなすまし顔と両耳のループピアスが優美な印象を一層引き立てている。氷川さんは今年4月27日、所属していたながらプロダクション。 から3月末で独立し、自身が代表取締役を務める新会社、株式会社キーズナ、キズナを設立したことを公表。2022年の NHK 紅白歌合戦以来、芸能活動を休止していましたが、8月からコンサートツアーを行い、活動を再開することも合わせて発表されました。また、6月初にはインスタグラムも再開。 リロドリジシーブラックスーツ姿の宝塚風ビジュアルを添えて、また、新しいスタートで音楽を表現していきます。と再始動に向けて前向きなコメントを綴っていました。女性史ライター。インスタ再開以来、今回の近況報告を含めて5度の投稿を行ってきた氷川およそ1年半の間、活動再開の一報を待っていたファンからは、 あの歌声と底なしの努力でいろいろなものを勝ち取ってきたのだと思うとめちゃくちゃ眩しい美しい。キー姉さんとお声かけしたいお友達はどちらの方かな暑い中、どうぞお身体に気をつけて、といった簡単や気遣いの声が上がったほか、たくさんインスタ更新してくださって、ファンとしては嬉しいしありがたい限りです。といった SNS 再開を喜ぶ声も寄せられている。 今年でデビュー25周年を迎える氷川節目の年の満を次世の活動再開予告は、往年のファンにとって最大のサプライズプレゼントになったに違いない。投稿された金鋭に、めちゃくちゃ眩しい美しいと称賛が寄せられた氷川き清し、ピアス揺れるサマーコーデの優美なフライト待ち姿に誰もが釘付けけ。